2020年最後の動画ということで、みんなに質問をしながら、みんなに質問をしながら、2020年を振り返ってみようと思います。今年一番楽しかったことなんですか。じゃあ今年一番美味しかったものは何ですか。一番大変だったことは何ですか。食べれるでしょ。来年の目標を教えてください。お疲れ様でした。こんにちは。こんにちは。質問してもいいですか。いいよ。今年一番楽しかったことは何ですか。おままごと。おままごと。一番美味しかったものは何。金太郎。金太郎。じゃあ一番まずかったのは何。ナス。ナス。一番楽しかったところは？この中。この二段ベッドの中？パパに基地みたいにしてもらったもんね。歌って楽しかった歌は何ですか？虹。虹。一番美味しかったママのご飯は？リンボ。何？キチリンボ。それママのご飯じゃないね。キチリンボ。焼肉屋さんだねそれ。ママの作ったご飯は？人参。人参だね。そっか。人参美味しかった？来年頑張りたいことは何ですか？何を頑張る？ママの仕事。ママのお仕事。お手伝いしてくれるの？やったー。やーぴょん。すいません。はい。今質問いいですか？いいですよ。2020年を振り返っていろいろ質問します。はい。今年一番楽しかったことは何ですか。今年パパにいっぱい消しゴムを買ってもらうこと。一番美味しかった食べ物は。あの七輪棒のハラミ。七輪棒大好きですね。七輪棒大好き。ハラミのどこが好きですか。全体的。全部好きってこと。そう。じゃあ今年一番まずかったのは何ですか。ナス。ナス。ピーマン。鬼滅の中では誰推しですか。キキ教授郎。善逸。キキ教授郎。キキは教授郎。じゃあ今年一番ハマった歌は。ハマった歌。糸。糸。中島みゆきの糸。糸。来年の目標を教えてください。学校の漢字のノートを一つも直しなし、完璧にやるってこと。おお。今年も1年たくさん動画を見てくれてありがとうございました。また来年もねねきき号チャンネルをよろしくお願いします。皆さんこんにちは。キキです。終わるんで。パパです。ねねです。ママです。ゴーです。おやつをあげたいと思います。それでは、良いお年を。バイバーイ。また来年。また来年。